親父、あんたはもういらない。はい、どうも皆さんこんにちは、ナグモです。はい、ということで今回もねメタルギアソリッド5ファントムペインをやっていきたいと思います。はい、いよいよというかようやくですね、41終わりなき代理戦争まで来ました。はいで、ちなみに久々の2パートぶりぐらいの、本編となります。はい、今まではねこのサイドオプスって方をやってたんですけど、ようやくね1個ね解放されたということなんで、今回は終わりなき代理戦争をやっていきます。はい、今回は、ノバブラが、空港跡の、北に集結しつつある、CFA のを排除せよということですね。はい。部隊には多くの大型兵器が含まれているということですね。まあ、機構部隊かな。うん。さあ、やっていきましょう。はい。結構広いということなんで、今回はおそらく馬が必須になると思うんですよね。実は、私、一回これで出撃して、全部がスタン系っていうことに気づいて、さっそうと帰ってきました。はい。どういうことなんで、今回は倒すために、ある程度強いものが必要になるので、こちらですね。ロケランと、まあ一応、どっちにしようか、ミサイル入れとくべきか、入れとかないべきか。うん、ミサイルも入れとくか、一応ね。まあできるだけ、なんて言ったらいいのかな。途中、航空支援に、とか、あとあれですね、物資を、投下してもらったりはしないような形でいきたいと思います。はい、使うものはこんな感じです。はい、今回はおそらく C4 がまた役に立つと思います。はい、バディはもう当たり前ですけど、あの D ホースですね。これ D ホースか D ウォーカー以外のやつで行った場合は正直言ってあんまり役に立たないので、今回はこれでいきたいと思います。ではスタートです。エピソード41、終わりなき代理戦争。なんかもう40超えたんだね、エピソード41っていうことは。なんか40超えたんだねっていうと自分の年齢みたいに思える。機構部隊を結集させつつある。この部隊を壊滅させるんだ。はい、詳しい依頼内容はテープで確認してくれ。はい、わかりました。なお、機構部隊の司令官は第5コマンドを経て南亜第32大隊で名を上げた歴戦の勇士だ。うん、その歴戦の勇士ってことは取れるのかな。はい、わかりました。っていうことは歴戦の勇士だから、このままなんだっけ、車両ごと回収すればいいのかな、わかんないけど。車両ごと回収しちゃうって言ってもあれ、これちなみにフルトン回収で回収ができるんですよ、その車両を。どっちを行くかだな、まずはな。こっちから2体、こっちから1体か。とりあえず、そこのやつを。でも2個いるんだよな。なんかね、たまにね、赤いっていうか、赤い戦車があるんですけど、そっちは欲しいんだよね、普通に。普通に単純に欲しいので、2つ取れたら取りたいね、どうせならね、フルトン回収で。いるな。危ねえ。おー、なるほどね。くそ、無理か。ちょっとこれでどうにかできない。デコイで、おー、デコイでも動かんか。待って、これどうしようかな。したら、動くな、ちょっと待って。おお、爆発したの。よし、どうだ、さすがに動かねえだろ。おい、オッケー、しろ、オッケー。バレてねえ、やばい。いやー、これちょっと呼び方がミスったな。普通に倒しちゃった方がよかったな、これ。ちょっと
なんとかできるかと思ったんですけど。お、ちょうど2ついるじゃん、2人。そこに、そこの1体はもう壊れてる。オッケー、うわやべ、よしよし。え、あれまだ生きてんの、あれ生きてんのかよ。オッケーオッケーオッケー、よし、じゃあ、じゃあ生きてんなら回収しとこう。はいはい、オッケー。どこだ、よし。とりあえず何発か攻撃した後にやる感じでいいのかな。俺どっちから行けないんだろう。とりあえずそこの方が近いな。よし、とりあえずあいつらはあそこでバカみたいに撃ってるから。やべ、当たった、あぶね。よしよし、やべえ、よし、これでいけるかな。あれ、なかなかあいつらしぶといな。オッケー、いけ。くら、くらい、くらが、よし、いてー、マジか、一撃か。そういえばなんか車両止めるやつあったな。言われてみれば、あれで車両止めた後にフルドン回収しちゃった方がいいかもしれんね、もしかしたらね。分かれてるな、 2箇所にいる。いや、よし、足りねえか。ハハハハ、奪ってやるぜ。取った方が楽だしね。はいはい、わかりました。あと少しか。とりあえず、え、あれで終わり。よし、あとそこに1体いる感じかな。いやー、とりあえずね、見つからないようにすればどっかで止まるね。全速力でいってるわけじゃないみたいなんで。あとあれだ、次からちゃんとあの車両止める地雷みたいの持ってこよう。あっぶね、どういこうかな、これ。これちょっと、バレたー、待って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 、ちょちょちょ、止まろうぜ止まろうぜ。オッケー、よし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 、あっあっあっ、回収回収、来たな。あれ、あれ倒すの、マジか、あれ倒すのか、いけるかな。当たんねえ、届かねえ、あれ。お、正面から来た、あれはいける、当たんねえ、避けられた、マジかい。ええ、いやでも正面からじゃないと当たりにくい。はい、いて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 、正面から行ってやるぜ相手。うわっ、くそ、初背後からとか難しくね。よーし、当たった、どうだ、マジかよ、
死なねえのか。一発で死なないの。ヒリって一発で死なない普通。マジかよ。もう弾ねえよ、俺。いやー。とりあえず逃げよう。逃げてどこまで逃げる？どこまでどう逃げようか。うわ、やべえな、俺。どうだ？ごめんね。どうだ？いけるか。よし、じゃあこれでこの状況でできれば今回あんま使いたくはなかったんですけど。よし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 。いなくなった。ざま見やがれてんだ、ほら。よしよしよし。おーおーおー、また戻ってくるか。よしよしよし。とりあえず他の車両も来たら困るからね。ちょっとスティンガーに変えるのはあまりよろしくないということなんで、ちょっとね、あんまり他の車両を倒すときにスティンガーだと。よっしゃ、行くぜ。チロリ。いけ！当たれ！当たれ！当たるか？よし、当たった！ん？まだダメ？まだダメかよ。落ちろや。ロケラン2発やって、落ちないヘリがどこに上がってんだ、この野郎。どうだ？おし！オッケー。さすがに3発は無理だよね。オッケー。敵の追撃なし。よし、よかった。なんか今回早かった。はい、よっしゃ。ミッション完了だ、ボス。見事だった。はい。おお、 A か。まあそんなもんかな。一回死んだしね。お、カズヒラミラーのハンバーガー。おー、4が来たぞ。ハンバーガーシリーズも最高だね、あれ。ボス、子供たちの脱走の首謀者はやはり、まあそうだろうね。信じがたいことだが、あいつは俺たちに対して武装蜂起を計画していたらしい。はい。他にも何か隠しているかもしれん。うん。オセロットが事情を聴取する。至急マザーベースに戻って。おお、イーライに向かって事情聴取か。やっぱあのあれかな、最後の時にもらったなんかあのウイルスっていうか寄生虫みたいなやつかな。あれがやっぱ原因か。親父は、お前の父親はここにはいない。みんな戻ってきた。ああ、戻った。だが諦めろ。居住区は完全な監視か。武器も全部取り上げた。あ、縛ってないんだ。本当にうまくいくと思ったのか。後半だ。子供らは返す。ボスとも合わせて。だから教えてくれ。あいつらを逃がしたのは何のため、うん、帰りたがっていたから。自分の国に？どうしてもうちに帰りたいって。じゃあうちが恋しかっただけか。うん。部隊の将軍、 PF、 親を殺した正規軍、いとこ、兄弟、両親、みんな殺したい相手がいたんだ。だから言った、これが最後になるから悔いは残すなって。最後、連れ戻されたら覚悟を決めろって。この世界中が敵になる。どういうことだ。やめろー。え、何を？
様とは違う。さよなら親父、あんたはもういらない。あれって俺らのヘリじゃ、俺が普段乗ってるやつじゃないの？あれラフは事故死だったのか、イーライが決起のために仕立てたのか、どっちにしろずっと前から準備を進めていた。この世界と別れよ。でもおかしいな、なんでなんで機械を取れたのかだよね。一番は。まあ、間違いなく考えるとしたらエメリヒ。だってエメリヒの元にあったでしょ、あの機械は。アサヘラドロップス。まだ収穫はない。はい。エリパイロットの安否も不明のままだ。うん。俺たちは子供たちに何を与えてしまったのか。今のところ知る手立てはない。それと、未来に関する俺たちの気がかりについて、はい、つまり奴が例の計画の産物かどうかだが、調査の結果が出た。はい、テープに記録してある、聞いておいてくれ。ああ、わかりました。誰がだからやったんだろうね、あれを。あれがエミリヒの元にサヘラントロプスがあったんだから、普通に考えてあんな、なんか何も起こさないもんなの？そのなんて言ったらいいかな、あんだけやってたのにもかかわらず、そのエメリヒは平然と取られるのを、あ、そうなんだっていうので、果たしてただ見てたのかどうかって話だよね。うん、あ、取られちゃったわーって言って、うん、スネークに内緒にしといてあげるねみたいな、そんな軽い気持ちでサヘラントロプスを取らせたかどうかっていうのもね、また疑問点にもなります。はい、ということでね、今回はこの辺で終わりにしたいと思いますと言いたいですけど、やっぱりあれですよね。例のこちらですね、カズヒラミラーのハンバーガーその4。はい、いきます。ついに完成したぞ、じいさん。俺たちの科学力を総動員して真のうまさを追求したハンバーガー、名付けてケミカルバーガーだ。この色は一体？すごいのは色だけじゃない。食ってみてくれ。さすがにこれは。どうした？確かに添加物はたっぷりだが、世界各国で認可されているものばかりだ。ちょっと食べたぐらいで死にはしないぞ。そうか。それでは。どうした、じいさん？うまい。お、そうかそうか。なんと懐かしい。これぞ青春の味だ。マザーロードのネオンサインが目に浮かぶわい。どうだ、これが俺たちの科学力だ。しかもうまいだけじゃない、原価も信じられないほど安い。その上保存量どっぷりで、冷蔵や運搬のインフラが発展していない地域でも簡単には腐らない。このハンバーガーならアフリカの食料問題さえも解決できるはずだ。なんと、俺はこのハンバーガーで世界を一つにする。食料不足による争いをなくし、食を通して民族が憎しみ合うのを防ぐ。パクスアメリカーナならぬ、パクスハンバーガー。パクスハンバーガーな。スカルフェイスのやつは破壊によってアメリカ帝国主義からの解放を目指したが、俺の考えは違う。正面から反発しても無駄な争いを生むだけだ。それより世界が一つになってこそ、本当の意味で全ての民族が解放されるはずだ。
長年アメリカの寄生虫として生きてきた俺が言うんだから間違いない。このケミカルバーガーこそが民族解放バーガーとなるだろう。民族解放バーガー。さて、店のイメージも一新したいし、新しい名前も考えなくちゃな。悪いがじいさん、また後で。ちょっと待って、まず一つね、色って何どんな色してたびっくりした。なんかまがまがしい色してたんだろうね、見た目は。で、保存料たっぷり着添加物たっぷりのハンバーガーを使って、数お前すげえこと考えてるな。別の意味でその怖えよハンバーガーで世界征服っていう感じですかね、簡単に言うと。いやー、数らしいですけどね。えそんな保存量が効いて、あのおじいさんが、あのハンバーガーに対するこだわりが強いおじいさんがうまいって言ったんだから、中に何入ってんのかなマジね、マジ何入ってるかがわからないっていうね。うん、もしかしたらちょっと、しかも科学力って言ったでしょ。もうこの3点から俺考えられるに、あれしか考えられないんだよね。うん、あのあれねあんまりちょっと動画の中であまりワードとしてはあまりよろしくないので、あれしか考えられないんですけど、あれが練り込まれてるとしか私の方では思いませんでした。ということで今回もちょっと早いですけど、この辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。はい、どうだ、ミッションリストはちょっと次回のあれは、もう全てのミッションまだあれですね、出てないので、また次回も、見ていってください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後まで見ていただきありがとうございます。よろしければ各種ボタンがありますので、画面をクリックしてチャンネル登録、 Twitter のフォロー、ニコニコミュニティの登録、再生リストの確認、プレイムの視聴およびフォローをお願いします。 Twitter では YouTube やプレイムやニコニコやツイキャスの告知はもちろんのこと、世間話や質問などにお答えしています。プレイムでは YouTube 上には公開していないゲーム実況を投稿していますので、よろしければ視聴&フォローをお願いします。スマートフォンの方はこの動画の説明欄に次のパート、前のパート、チャンネル登録の URL、 Twitter の URL、 ニコニコミニティの URL、 PlayStation 4でフレンドになる方法についての URL、プレイムで限定動画の視聴をする際に使用する URL と、画面上に書かれているものに少し付け足した URL が書かれていますので、こちらを活用してください。もちろんこちらの URL はパソコンユーザーも使用可能です。カード機能を使用しました。右上に i と書かれているボタンがありますので、そちらを押すと前後のパートと再生リストがあります。使ってください。ご視聴ありがとうございました。